ファミコン全ソフト実況、どうもたぶやんです。ミネルバトンサーガ、今日も元気に楽しみましょう。21回目、前回までの、ミネルバトンサーガ鎮魂の丘、今回は目指したいですけど、前回はちょっと待ってね。こちら何だったっけ、現在アッシュにおります。グルー神殿に行って呪文の書をゲットしました。こちらお宝呪文の書手に入れてきましたよ。苦労しましたね。そしてアッシュが今ね、スライムのいる、世界の北東にあるんですけど、鎮魂の丘、今回は目指したいと思います。行こうか。道中行きながら話しましょうか。鎮魂の丘で呪文の書を使うとサーラがなんか復活するみたいなね、ことをみんなが言ってました。トゥードゥーリストにね書いております。さあ行こうか。トリフィド、そしてカシムがね重騎士になりました。まあ、カシムを隊長にしてね、他のメンバーを重騎士に引き上げたいと思います。タブヤンレベル83。いや、この勢いだったらもうレベル100いきそうだよね。これ魔法はモック、フレアにしとこうかな。イルガルーン、これ結構強いんだよね。ボアの種、玉がね、あ、ボアの種も99個あるのか。なるほど。いたたたた、痛い。まあ、モックも普通にもうやっぱザン行くか。ザン行っとこ。結構ダメージ受ける。ちょっとカメラ消しとこうか。西南西に向かおう。鎮魂の丘、長い道のりだったよね、ここアッシュ来るまでね。デスアーントはもう傭兵で倒せるか。どうだカシム隊長、いけるね。全然隊長余裕ですか。オッケー。お金も結構ね余裕出てきたよね。イルガルーン、こいつは私が倒そうか。あ、レベル84に上がっております。経験値がね出ないから、数字が出ないから分かんないんだけどね。やっぱ飛び道具最強だよねこのゲーム。飛び道具のやつは強い。行く、よし。久しぶりにね、ちょっとね時間が空いてるんだよね、前回からと1週間以上、ちょっと忘れてます。でもね面白いね、ミネルバトンサーガ。ここまで子供の時はねプレイしてこなかったので、いやーワクワクするね。この川沿いだったような、あ、これは石碑か。石碑を越えて、え、合ってる？レオンの墓なんだよねこの石碑がね。レオンの墓。さあ鎮魂の丘、こっちだったような気がする。あ、違う、左か、川沿いか。オッケー。あ、こっちも行き止まり、もしかして。ちょっと逃げよう。そんなことないよね。あ、行き止まり、嘘でしょ。あれか、ちょっと遠回りしてからの行く感じか。地図出しとこう。今
まあ、レオンの墓過ぎたからこの辺りね、この私の地図がこう雑だから大体の場所しか把握できないというね。もうちょっとエンカウント率高いな。もう2回に1回は逃げようか。あ、ここだ、見えてた、ケンタウロス。閉じとこ。こいつ攻撃力守備力ともにちょっともう弱いね。さあ来ました、鎮魂の丘。ここは鎮魂の丘。こんにちは、この人だけしかいない。おお、これは呪文の書だ。これでやっと我がふるさとサーラを浮かび上がらせることができる。おおお、揺れてる揺れてる。え、あなた様を倒すため新たな怪物が派遣されたそうです。そうなの、またレベル上がるの、敵の。おお、島ができている。鎮魂の丘からの、ちょっとでもトゥードゥーリスト、これがだからサーラなんだろうね。前の上、岩の北の祠、鎮魂の丘。さあ、海に沈んだ元サーラの人、アッシュの人、これが入ってみようか。ワクワクするな。データ、ここはサーラということで、これ消し込もうか。で、あとは開けない扉で、こっちも同じだね。鎮魂の丘、呪文の書、サーラで消し込んで、はい、5枚目コンプリートしました。やっと1枚減ったそして他はまだか。勇者の印はまだ取ってないし、開けられない扉、アーカサスね。ジノーはもうどこ行ったか分かんないよね、これ。芝居。もう一回まあ芝居行ってからにしようか。ランバルト。アーカサスの記憶喪失。分かんないね。ドロストはまだ残っております。悪霊の森残っております。はい。ということで、ここ何なんだろうね。あ、街じゃないのか、これ。開きながら行きましょう。ここはサーラ。え、人はいないのか、これ。アイテムが一つあるだけ。え、オレンジじゃないの。言い伝えの書を見つけた。苦労して読んでみると、来たるべき戦いに備え、光の印は三つに弾けた。水の下は青に、聖なる大地は緑に、汚れたお城は赤に染まった。なにこれ、メモった方がいいな。水の下は青、水の下は青、聖なる大地は緑、汚れたお城は赤に染まった。場所を表してんのかな。お城、青赤緑、黄色じゃないんだね。赤、一体何のことなんでしょうか。あ、それだけ。あ、もう終わり。一回しか聞けないの。こっちは、あ、もう出るの。え、それだけ、嘘でしょあ、もう一回読めるあ、こっちもある、こっちもあるね。
毒消し10個いらん、別にいらん。こっちは外出るの、あ、結構広い。鍵開ける、へー、意外に広い。お金5800、微妙なラインだね。結構横に広いね。何これ、あ、階段もある。あ、階段行けない。何なんだろう。あ、ここでもう行き止まり。あ、鋼の盾、地味はい、YouTube の術で回ってきて、こっちね、下に行きました。あ、敵出てきそう。この音楽。緊張感増すね、これ。敵出てこない。煙玉2個。え、それだけ？ブーハー、全然倒せるよね。苦労してきたのに。サーラ、サーラの住民たちはあれなのかな、どうなんだろうね。でもなんかまたストーリーが進んだのかもしれないね。このなんかミネルバトンサーガのね、相場感がなんか分かってきたよね。ストーリー進めるたびに町の人の話とかがね、変わっていくんだよね。何それ、下もまだあるのか。ないな。これでも右側行ったから左もなんかあるのかな。え、こっち行ってなんかある。しまった、見てたらよかったねこれ視野が狭いというか、なんというか下の方見とけばよかったな。行き止まりだったかな。あ、でもぐるっと回れるね。止まりかーい。さあ戻ってきて、まあちょっとくまなく探そうか。なんか見逃してると嫌だもんね。あ、もう一回ちょっと聞いとこうかな、さっきのさっきの情報。苦労して読んでみると、光の印は3つに弾けたか。ちょっと書いとこうか、光の印も。で、光の印なのかな。はい、書いておきました。この3つをなんか集めろとか言うのかな。あ、左は何もないのか。あ、作戦会議だねこれは。皆さん、水の下は青、聖なる大地は緑、汚れたお城は赤。ヒントこれだけ。これ光の印し、ひる、カミカミだけど、光の印っていうのが勇者の印のことなのかな。はい、現在鎮魂の丘あたりにいます。まず今行ってない場所ね、まだね。悪霊の森、聖なる大地ではないよね。汚れたお城、なんか滅びたお城のことだよねこれ。サイラスとかかな。サイラス、アーカサスか、主人公のね、出身地と思われるアーカサス。でも滅びたけどまた復活してるけどね。アーカサスかサイラスだよね、城といえば。あと水の下は青、でしょうね。水の下、これサイラスとか水っぽいけどね。うん、サイラス、アーカサス、あとね、行ってないとこといえばこうピラミッドですね。ピラミッド、これあのコマンドでデータで所在場所のね、名前が出てくるっていうのを知らなかった頃なんで正式名わかんないんだけど、
ピラミッド行ってみるか。さあ、そんなとこでしょうかね。3カ所行ってみましょうか。さらに、また、一から情報収集しましょうかね。ということで、今、一番近い場所。まあ、一旦、アッシュに戻るか。アッシュ、遠いんだよね。魔法でアッシュ戻っとくか。戻ってまたもこっちに戻ってきて行きますかね。まずはアッシュで情報収集。トリフィード邪魔するんじゃない。はい、情報収集しましょう。まあこの町が一番最近来た町だから珍しいわ。いや、それはもう一回お会いしてますよね。邪魔しないでください。さあ、情報収集開始。セーブしとこう。あ、早速もう占いやりますかね。グルー神殿は少しずつじっくりと進むのじゃ。あ、全然変わってないね。あんまり進んでないっていうこと？あ、変わってないね。マジか。特に変わってないじゃないか。あれ？これはまずいぞ。なんか取り忘れてるか？私もユリアの巫女になりたいわ。もしかしてサーラでなんか取ってないのあるのかな？行く？戻ってきちゃったけど。アイテムは別にいらない。なんか不安になってくるけど。はい、とりあえず、まあ、一番近いとこ現在アッシュね。どこかな？アーカサスかな？アーカサス目指したいと思います。まあついでにもう一回ちょっとね、サーラに寄っていきたいと思います。行くぞ。はい、サーラの地下2階地下に来ました。ここなんか行ってなかったね。このね、4つなんかあるところ、ここ鍵開けました。あ、こんなとこ行ってないね。あ、なんか厳重そうに、すごい。何この鍵の消費。あー、これ見逃してた。赤いの来ました。スルーの巻物。嘘でしょ。 MP250 もいるの。何これスルー。やってみようか。え、 420MP。 え、スルー。ああ、MP なくなった。嘘でしょ。何これ、スルー。わかんねえ。とりあえずフライ。あ、ステップ。スルーの魔法、何の効果なんだろうね。わかんないですけど、重要そうですね。これで会話が変わったりはしないかな。わかんないけど。さあ、ということで、アーカサス向かいたいと思います。タブヤンレベル85に上がりました。さあ、アーカサスが見えてきましたよ。情報収集しましょう。セーブしとこうかな。アーカサス結構世界の中心だもんね。さあ、アイテムはまあ増えてないだろうね。サーラの盾。お、所持金10万ゴールド、初めて超えたね。アイテムは補充しとくか。岩薬と鍵ね。ボアの種、オッケー。もう煙玉も買えますね、これ。
ただ10個で3万ゴールド、100個だと30万ゴールドか、無理だな。おいそれと投げれるもんじゃない。さあ占いやってみよう。スルーの魔法は閉ざされた壁を抜けることができる。そうなんだ、これ開かない壁のやつっていうことだよね。これは重要な情報。一つは、あ、アッシュの地下か、しまったな。アッシュの地下、ラバン城にもある。ラバン城、ラバン城ってどこだったっけ？覚えてない。え？ラバン城ってグルー神殿のあのあれか、先のとこのやつか。うわぁ、まあもう一回行くしかないね。戻ってきたけど。それからアーカサスだね。石の扉開かない、これ右上、これこれ、貴重な情報きた。で、わしがかの偉大なる預言者ルイーダ、あ、この人は勇者の印、勇者の印って言ってるんだよね。ちょっと微妙に名前が違うんだよね。女神像と南の島、何のことかしか、ことかしら。あ、やっぱりなんか会話の内容が変わってる。聞き込み聞き込み、誰かいませんか。玉座には誰もいない。ちょっとくまなく調べよう。で、右上ってメモしてますね。こんにちは、捕まえろ。あんた強くなったね。え、ここの王子様だってと。そらまあね、レベルもね、85もにもなればね、強くなったねと言われるよ。マジックギルドは旅人の味方です。各地の魔導士の中には魂の保管をしてくれるありがたい人もいるそうです。今それ言う。今頃3つの玉を探し出しユリア神殿へと行くのじゃ。そうなんだ、ユリア神殿へ行くためのものなのあれ。え、これ3つの、しかも玉なんだ。ドラゴンボール的な、3つで光の印って書いてあるけどな。これがユリア神殿に行くあれなんだ。光の印でユリア神殿って書いておこうか。ユリア神殿ね、なるほど。ユリア様ってなんか出てきてたよね、石碑にね。ちょっと待ってね、ユリア、これユリアの巫女の力があれば島が浮かぶみたいなこと書いてますね。勇者が現れるとき、勇者が現れるときって言うから勇者の装備でなんとかなるのかなと思ったら違ったんだよね。おいそれと、なんか勇者を使わないでほしいよね。偉大なるレオンのお墓はサーラの北にあると聞いた。それは知ってます。だから装備を整えて、あれだろうね、またあの場所に行くことになるんだろうね。で、これか、右上のやつ。これで目休憩純分 MP750 魔法スルーの魔法。え、スルーしたけど、え、これ違うの。うっすー、この扉じゃないの。マジか。え、スルーの魔法違うのか。嘘でしょ。何それ。あ、 MP 減ってる。マジか、違うのか。いや、このミネルバトンサーガのこの扉が分かりづらいよな。もうちょっと色つけてほしいよね。
文句言っております。あの金の扉は何だったかな。他になかったっけ。もうアーカサスね、来ることもなくなるかもしれないので、ちょっとくまなく行こうか。あれ、あの階段一応くまなく調べとこう。あの金の扉忘れたな。なんかもう一回開けたことあるやつだよね。スルーの魔法をどこで使うかだよね。汚れたお城は赤、マジックギルドは旅人の味方です。どういうことなんだ。マジックギルドなんかここに来て押してくるよね。ともまたお別れする時が来るのか。メタスライム結構強くなってんじゃない。敵がヒットポイント1400。まあ倒しとこう。一度は倒しとこう。敵出てくるんだもんね。アーカサスの人不安だろうね。ここ地下に敵がいるの。スルーの魔法の使い方はもしかしたら分かってないかもしれないよね。どういうことなんだろうか。この人に情報聞こうか。私はランバルト。ここで何か重要な地位にいたような気がする。あれ？ランバルト。ランバルトさんは、アーカサスの記憶喪失ね。ちょっとなんか思い出しかけてんのかな。まだ思い出してないってことね。早いなこの人捕まえんのが。瞑想センターは神々から直接話が聞けるただ一つの場所です。ラゴンを倒すには神々の力と知恵を授からなければなりません。瞑想センターというのがあるの。レオンの墓にレオンが立つとき、ガリレアへの道は開ける。ガリレア。ガリレアの都を作った人だもんね。これ、レオン、ガリレアの都を作った。どうする。あ、ここはなんかできそうだね。これ MP ある。675モッグ。今度こそスルー。どうだ、スルー。あ、いけたスルッと通り抜ける。それがスルーです。あ、赤い玉から箱来た。もうスライムと戦ってる場合じゃない。赤い宝箱。あ、ちょっと待って、MP 足りる ?415、スルーあと1回しか使えない。あー、ダメだえ、これダメじゃない?もう一回出直しか。スルーあと2回使わないといけないんだけど。最悪だ。あ、クコの水あるから使うかも。めんどくさいから。魔法、スルー。この勢いでもう一回スルー。あ、いけた !1 回でいけた。よかった。あ、レオンの剣ゲットしました。スルーの魔法の使い方ね。タブヤン強さ154、装備しよう。レオンの剣154から166、あ、12アップです。なるほどね。レオン装備、光り輝く3つの装備ってあるけど、とりあえず剣ゲットしました。変えておこうか。3つに入るのか分かんない。でもね、盾と鎧と兜あるからね。どうなんだろうか。ということで今回はここで区切りたいと思います。レオンの剣ゲットです。次回
このスルーの魔法が使えそうなところをさらに探索したいと思います。それではまた、さよなら。モッグがいてくれて助かりました。